沢野隆は、日本のゲームクリエイター。任天堂株式会社情報開発本部技術、制作部部長。1972年任天堂に入社。前年に入社した上村真幸と共に LSI を使用したゲームの制作に携わる。その後ゲームウォッチの制作に携わった後上、村の下でファミリーコンピュータの開発プロジェクトに参加する。 ファミリーコンピュータの十字ボタンを提案している。任天堂64や 64DD、e n d o GameCube、n i d s をハードウェア設計開発の段階からソフトウェア開発チームの観点からのハードウェアの基礎技術の研究開発業務、並びに任天堂社内開発者向けの技術サポート業務を担当。 64DD で発売されたマリオアーティストシリーズのプロデュースも担当。AB、ニンテンドー、ファミコンはこうして生まれた第7回業務容器の使用を家庭用に LSI の開発から着手。日経 BP2014 年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月22日閲覧。社長が聞く BFIT。B www.nintendo.co.jp 任天堂ンドウ2020年5月15日閲覧 GDC08 任天堂沢野孝雄氏が B-Fit の革新的インターフェースについて講演インサイド e ード2020年5月15日閲覧ありがとうございます